はい、こんばんは、タカです。今日は全然動きがないですね。時間の方もだいぶ粘って様子見てみたんですけども、ほとんど根が動いていません。環境もほとんど変わっていませんので、朝の動画を見ていただければいいかなと思います。さらっと見てね、今回は終わりたいと思います。まずはドルから、こちらがドルインデックスの1時間足、冷やしを重ねています。今見ているポイントは同じです。この9月から続く上昇トレンド、この押し目買いが入るのか、それとも短期的なこのドル売りの流れ、このドル売りの流れがピンクの押し安値を割ってしまうのか、波のサイズ感は少し違うんですけども、今のところブルでもベアでも見れる相場というところで、このブルベアの攻防の結果を見ていきたい環境だとは思います。そういった中で今はこのブルーの下落の波、この戻り高値を抜けるかどうかという、そういった状況ですね。今のこの環境というのは上下の壁に挟まれてすごく動きづらい場所だと思うんですけどもね、抜けてしまえば方向感、トレンドというのが出てくるかもわかりません。今もこの壁の手前で根が動いていないですよね。ということはそれだけ意識はされているんだと思います。引き続きこの抜けの動きには警戒をしていきたいですね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。パッと見てもほとんど根が動いてないですよね。ボラはとても小さいです。まあ一応豪ドルはね、継続して売られていたり、円は買われていたり、そういった動きを見ることはできますけども、まあ、今日の夜に向けて、この後どのように動いても全然おかしくないような状況だとは思います。あとはこのポンドですかね、交渉の延長みたいなニュースもよく流れているみたいですけども、真偽のほどが僕のところではまだ分かっていません。ポンドに関しては突発的な値動き、ニュースに反応するような動きというのはあると思います。警戒は必要だと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。実は全然動きがない中で、このドル円だけが少しね、雰囲気が怪しい動きをしているかなとは思っているんですよね。この冷やしのレンジ相場から、水曜日ですかね、下の方に抜けたんですけども、昨日を戻されています。ただ今日再度この下を試すような動き。もうすぐ下ね、直近安値になっていますんで、これ割れてしまえば、まあ、今週の安値ということにもなりますよね。トレンドが出てもおかしくないような状況にもなってきています。一回り大きな波で見ていっても、こういった下落からの戻り売りという流れも見えてきます。もし割り込めばね、大きな下落のトレンドというのが生まれる可能性、これは十分にあると思います。ただこの105円近辺のサポートというのは強いんですよね。このサポートの強さというのを過去の値動きを見ても分かっていますので、この強いサポートに対して売りが入ってくる。しかも今日は週末ですんでね、週足の安値をつけるような流れになっている。この流れ少し気になるかなと思います。そして今のこの冷やしのレンジの加減で見ている105円の20あたり、これは冷やしのレンジだけではなくて、僕は週足のレンジの加減でも見てるんですよね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足のレンジ相場を僕はこのあたりで見ていました。まあ普段から僕はね、こういった実体部分を中心に考えていて、ここの値動きは少しね、まあ、イレギュラーな値動きだったのかなというふうに考えていたんですけどもね、今週のこの週足、直近2週間の安値はもうすでに割り込んでいます。まだこれ週足閉じていませんので、今日がサポートされるかどうかというのも気になるんですけども、まあ、同じようにこれ来週に向けてどのような値動きになっていくのかというのも同じように気になります。週足これ安値更新してますからね、このトレンドを継続するんであれば、来週はこれブレイクという流れになってくるかもわからないですよね。ただ僕はね、こういった実体部分で見ること多いですけども、これが正解というわけではなくてね、こういったヒゲの部分で見てる人もやっぱり相当数いるとは思います。そういった意味ではこの下のサポートを見ていく必要もあるかなと思いますんで、まだまだ一気にこういった下落の流れが起こるのかどうか、これはまた別の話にもなってきますけども、ここに至るまでの流れをずーっと追っていくと、こういった下落の流れというのが見えてくるんですよね。このトレンドの継続というのを考えていけば、売りが入ってもおかしくないような状況ではあるのかなと。今の現在地というのがちょうどこのサポートの上になりますんでね、今のところまだこの結果というのは出てきていません。まずはこの後の流れね、しっかり追っていきたいとは思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。実は昨日5ドル円に関してはまあ似たようなチャートなんですけども、このサポートを5ドル円の方は割り込んでいました。ただ昨日5ドルに関してはこれサポートされたかどうか、まあ、結構際どい形ではあったんですよね。ただ今日の冷やしの値動きを見る限り、やっぱりこれサポートは割れたのかなと。こうなってくると、こういった上昇トレンドはもう完全に止められて、今はこの下落の流れを見ていく必要があるのかもわからないですね。下には押し安値がありますんでね、まあ、このサポートも意識しながらこのショートを狙っていくという環境はあると思いますけども、一回り大きな波を見ていくと、こういった下落のトレンドも見えてきます。戻り売りという流れ、この流れを抑えれば一旦見ていく波というのはこのブルーの波にはなってくるかなという気はしますね。下のサポートを見ていけば多少の反発というのはあるかも分かりませんので、こういった反発も意識しながらのショートですね。全体的なショートの流れというのを追いたいとは思います。はい、こちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円の方は昨日も終わってたんですけどもね、こういった上昇トレンドは今は完全に止められています。この下落の流れを見ていくんですけども、下にはサポートがありますんでね、このサポートに対してどのような、動きになっていくのか、多少の買いの流れというのは出てくるかもわからないですけどもね、やっぱり大きな流れを見ていくとこの調整の波が止められてますんでね、一回り大きな波のサイズ、こういった下落のトレンドを見ていけばこれ割れるような形というのは十分あり得るんではないかなとなると、今見ていきたいのは戻り売り、そういった流れを抑えたいなとは思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円、値はあまり動いていないんですけども、この場所ですよね、売りが入っている場所、この押し安値を割り込んでいます。すぐ下にはこの波の底、サポートが見えてきているわけですけども、なかなか売りの勢いというのが収まらないですよね。こういった上昇のトレンドはもう完全に止められています。今はこのトレンドを見ているわけですけども、この下のサポートが効いてくるのかどうかですね。過去にはこの底根圏で1週間ほど揉んでいますんで、今回もね、決着がつくまでにそれなりの時間というのはかかるかもわかりません。ただトレンドを見ていけばこの高値からの下落の流れというのが見えてきますんで、戻れば売り、この流れを見ていけばね、いずれ割ることも十分あり得るかなとは思います。これ122円のミドル、この下のサポートは常に意識をしながら相場の方は見ていくことになりそうですね。はい、では最後にポンドを見て終わりたいと思います。こちらがポンドドル1時間足に冷やしを重ねています。僕が注目しているのはこの 1.30、これはもうずっと動画で言っている通りです。ここより超えてくるのか、それとも割り込んでくるのか、この辺りを強い弱いの判断にしていこうかなと思っているんですけども、ただ短期的なニュースでね、ポンドの方はかなり振らされてしまってますんで、小さな値動きだけではなくてこういった大きな流れで見て、強い弱いというのは抑えていきたいなと思っています。今日に関してはポンド買いの流れというのが出ていますけども、ただ環境を見ていけばね、この流れが大きな流れを生むかと言われるとそういった流れにはなってないと思うんですよね。現時点でもまだ 1.30 は割れていますし、昨日の冷やしの高値すらまだ超えてないですよね。それだけ状況というのは弱く感じます。大きな流れを見ていけば、下落からの戻りというのがこの 1.30 を超えられないという状況になっていますんでね、ここで上値の重さというのが出てくれば下落の流れというのは出てきてもおかしくはないかなとは思っています。なので、ブルハ目線で考えればこういったところのサポートは割り込まずに、トレンドの継続というのを見ていけばね、いずれまた 1.30 を超えてくることにもなると思います。そうなってくれば買いの流れも見ていけるかなとは思いますけども、現状はまだ上値の重さというのが目立ちますかね。ただポンドに関してはね、ニュースにもかなり敏感になっています。短期トレードであってもここはもう十分に注意をしながらトレードはしていただきたいなとは思います。はい、というわけで、今日はあまり値が動いていません。なのでドル円ですかね、少し怪しい動きをしていますけども、この下のサポート、ここは少し気にしていきたいなと思っています。他の通貨に関してはね、ほとんど状況が変わっていませんので、朝の動画を参考にしていただければいいかなと思います。概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。今日は金曜日ですんでね、12時過ぎからはライブの方も予定しています。お時間あれば遊びに来てください。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。